こんにちは、シエルです。先日大好きな SK-2 に行ってきました。こちらなんですけど、私がねすごい好きな SK-2 の美容クリームがあるんですけど、最近リニューアルされて、今回こちらはね初めて購入するものになります。 SK-2 スキンパワークリームの小触れ付きのものですね。中開けるとねこんな感じ。 SK-2 スキンパワーアイクリームという目元用のクリームです。こちらが SK-2 のフェイシャルトリートメントエッセンス、人気のシリーズの化粧水で、もう一つのこちらのボトルがフェイシャルトリートメントクリアローションという拭き取り化粧水、どちらも 30ml のものです。こちらが、リニューアルされたスキンパワークリームです。 80g の大きいサイズのものですね。こちらが新しく出た新作のものです。このね色味が結構変わってて、もうちょっと暗い色の赤だったんですけど、今回気持ち明るめの赤で、で少しねなんかマットな感じの印象、そんな感じに生まれ変わりました。美容クリームです。これがねちょっとね塗ってみますけど、これがねすごいしっとりして大好きなものですね。こちらのお値段が 19,800円です。で、今回はその小触れ付きって言って、この小さいサイズのがついてるからいつもよりはお得、ただ通常の今まで出てたものよりも1000円ぐらい高くなっているということなので、進化した分お値段が高くなりました。で、もう一つ購入したのがこちらです。フェイシャルトリートメントエッセンスの、小さいもののセット。これもね、小触れ付きということで、今回このサイズのものを購入しました。中はこんな感じです。こちらが SK-2 の、フェイシャルトリートメントエッセンス。一番定番の化粧水ですね。75ml のサイズです。こんな感じの大きさです。こちらはね、長年使っているものです。これはね、成分変わんないそうです。先ほどの化粧水のコフレのおまけで、洗顔ですね。SK-2 のフェイシャルトリートメントクレンザーという、これが 20g のものです。この洗顔ももともと使っていたものです。こちらも、今回リニューアルされた新作のものです。こちらが SK-2 スキンパワーエアリーという美容乳液です。こちらがセットでついてきました。こちらが 15g です。SK-2 のスキンパワーというものがこの3つですね。アイクリーム、美容液、美容クリームになります。スキンパワーエアリーとスキンパワークリームなんですけど、両方ね、同じ形で同じフォルムで、エアリーの方がさっぱりしたもので、クリームの方がしっとり保湿っていう感じなんです。なので、保湿力はこちらの方が断然いいかなと思います。こちらはつけ心地がさっぱりしてるので、さっぱりタイプが好きな方はこちら。で、やっぱりしっかり保湿したい人はこちらのクリーム。おすすめします。今回はその小触れ付きと言って、おまけのものもね少しついているセットだったので、ちょっとだけお得に買いました。お得にといってもね、このシリーズスキンパワーシリーズという名前に変わってから値上がりもしているので、スキンケア商品にしてはかなり高いものなんですよね。で、こちらが 80g なんですけど、 80g と 50g があって、 50g にするとまたこのねコフレも変わってくるんですね。今回この赤いものが結構良いものに変わっているというのをね聞いたので、それはすごい使うのが楽しみだなと思っています。私が長年使ってた、一番好きだったものがこちらのスキンパワークリームの一つ前にあたるもので、それが RNA パワーラデュカルニューエイジという、そのクリームが一番この SK-2 の商品の中で好きだったんですよ。今現在その SK-2 の店舗とかに置いてあるものがもう売り切れてしまったらもうないんですって。一回そっちを買っておこうかなと思ったんですけど、ただSK-2 のお姉さんと話をしてたら、やっぱこれはさらに進化したものだからこちらの方がいいんじゃないでしょうかみたいな感じでおすすめされて、お値段は高くはなったんですけど、今回からこちらを使いたいと思います。エアリータイプのものがエアリーミルキーローションっていうものがあって、で私はそのエアリーミルキーローションがうーんっていう感想だったんですよ。そのエアリーミルキーローションの進化版ということなので、スキンパワーエアリーという名前なんですけど、つけ心地がさらっと軽い分、保湿力の部分が、私は物足りない気がしちゃってたので、断然こっちかなっていう感じはあったんですけど、こちらはこちらでね、またさらに成分もアップして良くなっているということだったので、これもね一回試しに使ってみて、ちょっとまた良ければもしかしたらこっちに切り替えるかもしれないなっていう感じです。私のお肌がかなり敏感肌なので、刺激が強いものに結構弱いんですよ。お肌につけた時にピリピリってすることが多いんですけど、この SK-2 の化粧水とこちらのね美容クリームとかは一切刺激がなくって、
そう、それでね、まあ、ずっと使ってたっていうのがあるんですね。私の中ではそのお肌弱い人とかにはすごいおすすめかなっていう感じがします。最近ちょっと冒険してた中でやっぱいくつかあのピリピリっていう刺激が強いなって感じるものも多くて、最近久しぶりに残ってたこの化粧水のものと、あとはこの1個前のラディカルニューエイジのクリームを使ったら一旦お肌が落ち着いた感じがしたので、私の肌にはやっぱり SK2 合ってるのかなっていう感じがしたのと、あと今回その新しくまたさらに成分良くなったということなので使うのが楽しみです。さらにちょっとねサンプルでいただいたのでこちらもお見せしていきたいと思います。こちらもまた新しくなった新商品ですね。 SK2 スキンパワーエッセンスという美容液です。こちらは化粧水とクリームの間に塗るものですね。でもう一つ、こちらは SK2 ジェノプティックスオーラエッセンスという主に美白成分が入っているものです。実はこちらのね美白の美容液はね以前使ったことがあって、その時にねあんまり合わなかった気がして、こちらが、キラキラの白いボトルの美容液なんですけど、その1個前に出ていた白いボトルの方が私個人的には好きだったんですね。こちらのキラキラボトルの美容液はシミそばかすニキビ跡とあとその美白効果みたいな感じ で、成分がやっぱ相当いいものらしいんですね。こういうスキンケア商品って結構その時の体調とかコンディションにもよると思うので、なのでもう一回これを試しに使ってみようかなと思って、こちらの小さい化粧水のセットの方が1万円ぐらいですね、9900円だったかな。と梱包の箱が竹の紙でできてるものがあるらしくて、それがねギフト用に生産されたものらしいんですよ。でそれも、一応お値段一緒なんですけど、この中に入ってるものがこのクリームがね少し前に発売されたものらしいです。であとはエアリーミルキーローションではなくて、こちらの美白の美容液のセットのもののコフレもあります。久しぶりにその SK2 のお店に行ったんですけど、あのコフレっていうこのセットのものがものすごく増えてました。数年前ってそのこういうコフレがついているものってそんなになかったんですよ。化粧水とか、まあ、美容クリームとか買いたい時にできる限りやっぱりコフレ付きの方が嬉しいじゃないですか、おまけついてて。そうだからその期間を狙ってたんだけど、今は小さい化粧水のセットも、まあ、3つぐらいあったりとかしてるんで、なんかどんどん変わってきてるなっていう印象はありました。しばらくの間はライン使いしてねスキンケアしていきたいと思います。はい、まあ、今回購入したので言ったら、まずこれが洗顔でしょ、と拭き取り化粧水、化粧水、美容液が、まあ、これか、もしくはこっちの美白のもの、こちらのアイクリームと美容クリーム、しっとりはこっち、エアリーの軽めなさっぱりがこっち、なので、まあ、朝こっちで夜こっちとかにしようかななんて思ってます。化粧水は刺激少ないし、でこっちのクリームは肌にのせた時にねこのトローンってとろけていくその伸びがいいんだよね。そう、それですごい好きで、こんな感じでしばらくの間は SK2 のライン使いを楽しみたいと思います。というわけで今回はこちらの SK2 の購入品の紹介でした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。